ロイヤル・モントリオールロケーション・イン・カナダロイヤル・モントリオール・ゴルフ・クラブはカナダ・ケベック州モントリオールにある1873年に創立された北米大陸で最古のゴルフ・クラブ1873年11月4日当時まだ新しいが成長を続けている港町であるモントリオールで8人の紳士が港近くの事務所内でモントリオール・ゴルフ・クラブを結成した これはカナダだけではなく、北米において唯一、統制された組織として運営されるクラブを作ろうという試みの一環だったが、これが現在も存続する最古のゴルフクラブとなった。その11年後の1884年には、ビクトリア女王の直挙を受けクラブ名に、ロイヤルを冠することが許された。はじめは、モントリオール中心部から見たらかなりの田舎と、 思われていた、モンロワイヤル公園の一部、フレッチャーズフィールドに旧ホールのコースが設けられた。公園でくつろぐ、一般人もコースに入れたので、ゴルファーは区別のため全員赤色の上着を着用する、こととした。1891年には、女性の第1号メンバーが選出された。彼女は、北米のゴルフクラブの中でも初めてメンバーになった、女性である。 彼女がメンバーになったことで、ロイヤルモントリオールゴルフクラブ、レディーズブランチのサービスも始まった。1899年には、ディキシー地区に専用のクラブハウスが建てられ、女性はそちらに引っ越した。年が経つにつれて周囲が都市化してしまい、ゴルフに適さなくなったため、1896年には、クラブごとドーバル軍のディキシーに引っ越すことになった。 ディキシーのクラブハウスは現在セントアンアカデミー、正式にはクイーン・オブ・エンジェルズ・アカデミーという女子校として使われている。チャールズ・マーレーがクラブ所属プロのリーダーとなり、彼は1938年に死ぬまでこの職にあった。1959年にケベックのビザール島にアメリカ人設計家のディック・ウィルソンによる45ホールのコースを建設して引っ越した。中でも、 ブルーコースはカナダ及び世界中の秀逸なコースとしてたびたび紹介される。ロイヤル・モントリオールは1995年に100周年を祝ったロイヤル・カナダ・ゴルフ協会設立時の5クラブの一つに数えられる。ルクガはカナダのゴルフ全般と国内選手権を統括している。ロイヤル・モントリオールでは2007年にプレジデンツカップ。 2014年7月には RBC カナディアンオープンが開催された。ありがとうございます。